よさこいチーム、やまびこです。この JR 京都駅前会場をもちまして、やまびこ8代目である3回生の引退となっております。始まりがあれば必ず終わりがあります。この終わりを悲しいものとして捉えるのではなく、今日までよさこいを続けてこれたことを、またこの素晴らしい舞台で最後を迎えることができることに感謝し、会場にお越しの皆さんに史上最高の演舞をお見せできるよう精一杯演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。時を超え時が来たら、夢に向かう先に別れを告げた仲間たち全員で最後の舞台を踊りたかった。しかし共に感じた最高の瞬間が、私たちをつなぐ確かな証。別れの時、刻一刻と